皆さんこんばんこばは今あのご紹介に預かりました石塚太郎と申します、えー、練馬区に住んでおりますで。今日は戦争体験の話をさせていただきますのでよろしくお願いします。 えーっと、私はね、昭和9年、1934年、8月4日、東京の四ツ谷で生まれました。たまたまね、今日8月4日で、私のね、89歳のね、 誕生日なそれでね昭和ね16年4月にね、えー、四谷のね小学校1年に入学したそしたらその年の12月の8日戦争が始まった。 それで昭和18年小学校3年になった時にね、えー、戦,戦争も激しくなってね東京に行ったんじゃ危ねえなというんでね疎開することになった。で疎開っていうのはね、えー、東京に行って危ねえから地方へね 避難するってそういう意味なんだけどその疎開の方法が2つあってで一つはね縁故疎開それからもう一つはね、えー、集団疎開っていう縁故疎開っていうのは親戚だとかねそれから知人のところへ引っ越すことでね でね、集団疎開っていうのはね学校単位で親と子どもが別々に分かれちゃうで子どもだけね、えー、集団で地方のね、えー、旅館とかねお寺そこへ避難したわけ。 で親と別れちゃってからね随分、えー、悲しい思いをねしたっていう話を聞いていますで私の方はねええー、縁故疎開でね、えー、父のね、えー、実家埼玉県の去ってっていうところがあるんだけどね その手の先にね、桜の名所があるで。今でもね、テレビに時々出るところ。で、そこのね、土手の下にね、実家があって、そこへ、えー、そこへすることるそれで、父がね、実家でね、 自転車とリアカーを借りてね、家財道具をね、えー、四ツ谷からね、その実家まで運んでで、片道40キロあって、それでね、道路は今みたいに舗装してない。で、それ、荷物運んだわけ。で、当時はね、車、ガソリンがね、 戦時物資だからなくて車なんか頼めなかったから自分で運んだそれでね半年運んだらねリアカーのタイヤが壊れちゃったそれ <laughs> そんなタイヤなんか売ってねえからそれでもう、えー、荷物運ぶのやめた それでね、我々子供が5人と両親で7人家族がね、えー、父の実家へお世話になることになった。で最初はね食事をね一緒にしてたんだけどそのうち別になって、えー 闇米をね買ったりそれからね母親がねリヤカー引いてね隣村行ってね東京から持ってったね着物でそれを米とね交換するので物ブ,ツブツ交換でなでそういうことをしてねそれから 裏の土手を耕して野菜作ったりした。それで実家でね、梅干しとね、えー、味噌。これは実家で、自家用で作ってくれた。そういうものを食べた。ね。それで、学校はね、実家からね、 20分ぐらい行ったところにね、村の小学校があって、そこへね、毎朝ね、上級生がね、えー、みんな連れて、歩いて通うわけだ。それでね、その頃はね、裸足、裸足でじゃれ道歩くんだよな。それで初めはね、足の裏、 痛くて歩けなかったけどね、すぐ慣れた。<laughs> それで、学校へね、行く途中でね、空襲警報のね、前に警戒警報ってサイレンになるのよ。そしたらね、学校へ行かないで途中で打ち返るの。それで、解除になると、また学校へ行くわけだ。<laughs> それで無事学校へ着くとね午前中は勉強するそれでお昼はね、えー、母親が作った弁当をね日の丸弁当っていうで日の丸弁当ってね弁当箱の真ん中にね梅干しが一つ入ってんだよすると日の丸の旗に似てるだろ で日の丸弁当って言ったでそれを食べるわけで食べたんだけど半分食べてあとはねうち持ってってうちでまたよく味わって食べたの1回で食べるともったいねえんだだから2回に分けて食べたそれで学校はね午後はね 軍事訓練つってね、兵隊国交みたいなのやるんだよ。それでその後にね、藁でね、縄なの。皇帝にね、誤座引いてね、そこで縄なった。で、なんで縄なんかなるんだってね、わけわかんねえんだけど、その縄なった。で、終わると、 学校から打ちるわけだな。そうするとね、キューンダダダダダダーってさ、飛行機がね、急降下する音と、機関銃でこう撃たれる音がするんだで、音はするんだけど、飛行機が見えねえんだそうすると急いでね、クワ畑に、ね、隠れるわけだ。 それで静かになった頃出てきてねまあ帰るんだけど今度はね空高くね B29 っていうアメリカの爆撃機がね変態組んで飛んでんだよそれで前はね B17 っていうのが来たんだけど B29 っていうのに変わってね は飛行機がでっかいんだ大きいので。それがね変態組んで悠々と高い空を飛んでるわけだそれで太陽の光に照らされてね銀色の空がピカピカ光ってるああいう光景がね随分あったそれで秋になるとね えー、学校の帰りにね道路に柿の実が落っこっててそれ拾って食べたそれで風が吹くとねうんと落っこちる、ね、そうすると嬉しかったそれである晩ねえー、南の空がね 真っ赤になったんだ。それで、あくる日ね、天気がいいのにね、空が真っ白だ。それでね、太陽がね、丸い輪になって見えた。それで白い粉がね、灰だよ、灰。灰がこう飛んできてそれ,でそれはね、 B29 がね、えー、焼夷弾をね東京へ落ことしてね東京がね一晩で灰になったそれでね、えー、うちのね父のね兄さんっていうのがね、えー、まだ四谷で頑張ってた それで心配してね、父が電車に乗り継いでね、四ツ谷まで行ったんだ。そしたら、防空壕からね、顔真っ黒にしてね、そ兄さん出てきて、生きてあいたっそれで夕方帰ってきてね、いや生きてあいたやって。 これはね奇跡だってそう言ってた。でそのね話っていうのは B29 がね東京へ焼夷弾いっぱい行くことしてね一晩で灰になったって前言ったねその話でなんだけど 昭和20年の3月10日の東京大空襲というね、話です。それで、8月の6日、これ、広島な、それから8月の9日はね、長崎、それ、 特殊爆弾ってのは、爆弾が落ちたの。で、当時はね、原子爆弾なんて、それ、わからねいんで、後になって、それ、原子爆弾の。それで、20年の8月の15日の朝、ラジオでね、 今日お昼にね、重大放送があるって、そういう放送が流れた。それで、えー、お昼になってな、ラジオの周り、みんな高たかってね、待ってた。そしたらね、今日は戦争が負けて、戦争がもう今日で終わったって、終戦のね、 放送団1945年、昭和20年8月15日、これ終戦になった。それでね、いや本当にね、ほっとしたぞ。ほっとした。っていうのはね、毎日ね、夜になるとね、飛行機が。 爆音でこう飛んでくれたらいつ爆弾が落ちるかと思ってヒヤヒヤして寝らんなかったそれから夏になるとね布団の中にのみがいてよその飲みに食われてかゆくて寝らんねえんだそれです今日からね爆音だけ聞こえねえなあと思ってねそれでほっとしたよ ほっとした。<laughs> それで、まあ、戦争が終わったわけだ。そしたら今度はね、疎開しているところから東京へ戻んなきゃなんねえんだろ。ところがね、戻るところがないの。そしたら、おじいさんがね、120坪の土地に、 24坪の木造の平屋建てが建ってるね、現在の場所をね、当時のお金でね、4万円苦労して買ってくれた。で、そこへね、帰れるようになったわけだ。それで21年のね、春。 土手の畑へね、さつまいもの苗をみんな植えてさ、そのさつまいもが秋になって実るとこ待ってね、それで東京へ帰ることにしたの。そしたらね、たまたまね、車がね、木炭車っていう車があってな、それが頼めてん。で木炭車っていうのはね、 ガソリンで走んじゃなくてね、木を細かく切ってね、それいぶすんだ。そうすると、ガスが発生して、そのガスの力でエンジンが回るんだで、当時ね、そういうのね、できたんだ木炭車。で、それで頼んでね、えー、一家七人と、それから家財道具と、 それから薪それからお芋がね2票できてそれを積んでね東京帰ったそしたら東京帰ったらね大変なんだよね食べ物がなくてなそれでね缶詰とねさつまいもそれからねトウモロコシの粉 あれ家畜の餌だね。そういうのがね、廃棄になった。それで、水はね、井戸。それからガスはまだ引いてねえから、巻き。それから電気はね、夕方になると2時間ぐらい電気つくんだ。それで、あと真っ暗になっちゃう。 で、そういうところでね、えー、っと、缶詰を開けるとな、中がな,な、ね、何が入ってるか缶詰書いてねえん開けるとね、えー、っと、じゃがいも、それから豆、それからソーセージのね、水に、味がついてね水に、そういうのが出てくるのそれで、トウモロコシはね、 の粉か。それはね、当時ね、サッカリンとゼルチンってしてるでしょ、きっと。甘いね、粉。それには売ってたんだ。で、それをね、粉の中入れてね、お湯で練って、で、それ焼いて食べる。それから、お芋はね、境町にね、 そのパン屋がね、電気が来てる時だけ持ってってね、お芋焼いてもらった。で、パン屋はね、粉がなくてね、パン焼けねえんだ <laughs> それでお芋焼いてくれた。で、そういうものを食ってね、家族7人がね、なんとかな。 暮らせるめどが立ちつつあったそれから続いてね今度は焼夷弾の話するで焼夷弾っていうのはねえー、俺実物見たんだよでね長さがね80センチぐらい径がね 10センチぐらいのね鉄の筒それで外側にねピンクとブルーのね塗装がしてあんだだから2種類あったんだなで中にね乳白色のドロドロの液が詰まってる。 それでそれがね、すごいガソリン癖んだよ。で、そういうのをね、B29 が空からね、束にして落とした。それが、束が途中でパラパラになってる。下へ落ちるで。そうするとね、その中の液体に火がついて、その液体が飛び散るわけ。 それでね日本のね市街地はみんな火事になってね焼かれたでそれが焼夷弾の話でまあね話すとこはまだいろいろあるんだけどもこの辺で戦争体験の話をね 止めさせてもらいます、えー、長いことねご成長ありがとうございました。終わります。